札孫道経由車両の一例札孫線は、北海道中央バスが札幌小樽間で運行するバス路線の名称である。本記事では、派生路線である札孫自動車道経由の高速バス路線についても記述する。終戦後の中央バス路線もは、札幌から石狩、空地方面と小樽から、尻ベ市方面へ運行しており、札幌小樽間は分断されていた。 営業面からもマイナスであることから、サッ線の開設が計画されたが、この区間は1934年から国鉄バスが独占運行しており、函館本線も並行していることから開設は極めて困難な状況であった。国鉄バスは木炭バスで運行していたが、道路状況が悪く片道2時間30分かかっており、運賃は列車より5割高とあって、 利用客は低調であった。こうした状況から民営バスの運行を望む声が高まり、1948年9月に路線免許申請を行ったが、当時はガソリンやタイヤなどの配給制が解除になっておらず、1路線に2社の営業は時期尚早として却下された。1949年12月に再度申請を行った。 これを知った国鉄バスは、翌年より、大型車を導入、所要時間を1時間30分程度に短縮すると、同時に運行本数を2倍に増やしたところ、利用客が増加し、その後も増加利用客増加を繰り返したため、一路線一車と、する必要性はないことを証明する形となった。当時の専務は、陸運局長に対し、 国鉄バスとの無用の競争は避け、運行本数や運賃は国鉄バスと協議して決める、途中停留所での乗降はできるだけ行わず、急行バスとして運行するなどの約束をし、国鉄本社自動車局へ足を運び了解を取り付けるなどを奔走した結果、1950年12月に路線が免許され、1951年4月より、 急行バス6往復の運行を開始。分断されていた営業路線がつながることとなった。殺村線の運行を記念し、乗客におしぼりとおたる市内乗り換え券を無料サービスした。冷房がないため窓を開けるが、当時は舗装されておらず、土ぼこりが容赦なく入り込んできた。頭から、ほこりだらけの乗客に蒸した熱いおしぼりは好評であったが、国鉄バスから、 無用な競争を煽る者と苦情が出て、1ヶ月ほどで、中止となった。殺ッバイパス開通を機に、1972年2月より、札幌をタる岩内間に、殺ッ道経由を11往復開設、従来からの国道5号経由20往復と合わせると31往復に増加した。一行、毎年殺ッ道経由の増加や、 小樽札幌千歳空港の開設などを行い、着実に利用客が増加していった。対する国鉄バスは、札ッ道経由の特急バスを6往復運行したが、利用客低迷を理由に1978年12月に休止している。その後1986年になって、再開計画が明らかになり、8年間の休止は、 廃止に等しく、今になって再開するのは納得できないと意義を唱えた、ものの、新規開設ではなく、旧市路線の再開であるため認めざるを得なく、同年11月に再開された。その代償として10往復の増快が認められている。札幌駅前ターミナルは、北レーン JR バス乗り場に統一、JR バス北大経由便は、札幌ターミナルへ乗り入れをたる駅前は、 中央バス乗り場に統一バス事業の規制緩和を目前とした2001年には、サッソン道系郵便にて、JR、北海道バスとの共同運行を開始した。両社で異なっていた愛称も、高速オタル号に揃えられ、一部に利用制限は残る。ものの、サッソン間高速バス共通カードの発行や乗り場。 停留所の統一などにより、合わせた運行回数は120往復となり、利便性は格段に向上した。国道経由は2004年11月限りで直通便が廃止され、役代前で系統分割されたが、利用客の低迷により、札幌、桂岡線は2013年3月をもって廃止された。JR 北海道バスの国道経由便も宮野沢駅などで、系統分割しており、札幌小樽直通は両社とも、札孫道経由便が主体となっている。進行に入る高速小樽号2018年12月1日、現在、札孫道経由の札幌小樽間は、JR 北海道バス共同運行区間。夏季や祭事時などは延長運行を行う場合がある。 期間限定路線として、小樽旭川線、小樽富良野線、新千歳空港キロ路線も運行されていた。ありがとうございます。